あんまりその大きい声で言わない方がいいです。中と外で軸歪んでるんで、はい、腐ったら終わりますおはようございます。レッツゴーのイラです。本日経営者一日密着でございます。本日密着する方レジェンドです。会いに行きましょう。おはようございます。もう始まってるんですね。今日はよろしくお願いします。今日はお願いします。本日の密着は株式会社ユニポテンシャル柿田社長です。よろしくお願いします。柿田です。これはソーセージ X ファイルです。ソーセージ X ファイルです。いつも俺に微笑んでくれます。今日で朝定連続何日目ですか？864日目です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ちなみに柳田さん、はい、ここから近くのルノワールどこにあるか分かりますか？いや、存じ上げないです。あのルノワールまだ行ったことない。今日は初めてなんですけど。え？え？ちょっと あんまりその大きい声で言わない方がいいです。恥ずかしいことなんで。おー、ルノワール。ドリンクの値段プラスこの値段で査定が食えます、はい、で今俺のおすすめはこれなんですけど、はい、席座って注文来たらすぐ頼めるようにしてくださいね、はい、すぐですか、はい、一番いい席ですよね。ただ決まりの頃、そしたら、はい、ドリンクのアイスコーヒー2つと、はい、A セット2つ、はい、で成田さんはあ、そういうことですね、はい。じゃあこのアイスコーヒー、すべてで3つ出てということでよろしいですか？1つずつでいいんですか？はい、はい、じゃあそうです、3つ、はい、分かりました。 A セットが全部で3つということでよろしいですね？そうです、はい、分かりました、すいません、はい、ちょっと店員さん動揺させちゃいました。ごゆっくりどうぞ。なぎさん結構もう取れ高あると思うんですけど、はい、まだ密着します。させてください。今は9時半ぐらいですけど。、はい、じゃあ行きましょ行きましょう。出社します。はい、こっちです。はい、おはようございます。お邪魔します。お邪魔します。今からミーティングです。今からミーティングです。ただちょっとあんまり俺は静かにしとかないと邪魔になっちゃう。なるほど。一番数字がでかい。ミーティングほとんど喋られてなかったんですね、はい、あれが柿田流なんですね。そうですね、まあ、本当は行かなくてもいいんですけど、一応今日密着ってことなんで、はい、会社行ってるとこも見せたいなと思って行きました。動画用ですね、一応。社員もちょっとなんかよそよそしかったですね。はい、お土産買わないといけない。これはまた営業マンのためになる。ちょっと今から見せます。はい、渋い。じゃあこれどうぞ、西久保さん。ありがとうございます。お土産です。ありがとうございます。西久保さん、柿田さんはどういう人物ですか？柿田さんはすごい可愛いんですよね。可愛い、純粋で、はい、一直線 で時間選ばず朝5時とかに連絡してとんでもないですね。そう、とんでもないんですけど、はい、なんか憎めない人だと思います。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、社長、はい、仕事のポリシーとかありますか？理念にもありますけど、はい、ちゃんとやるをちゃんとやるってことだけ考えてきてますね。ちゃんとやるをちゃんとやる、 まあ一番難しいことじゃないですか、うん、難しいことをやれる人はいるし、ほとんどの人にできないことをやれる人とかいると思うんですけど、うん、誰でもできるようなことをでもちゃんとやり続けられる人ってほとんどいないと思うんですよ。積み上げると。そうです。で、僕ももちろんできないんですけど、はい、まあ、だからこそちゃんとやるちゃんとやるってことを日々意識してきてます。ありがとうございます。
チョコパイ、高村さん好きですか？はい、柿田社長、お次は、はい、はい、次ルノワールいきます。ルノワール、はい、今日2回目です。2回目ですよね、はい、まあだからルノワールは、はい、休憩所なんで大人の、あ、なるほど、はい、間があったらルノワール行くっていうのは常識です。うん、これ2回目の来店でも2杯頼まれるんですか？そうですね、でルノワールに貢献したいんで。なるほど、貢献の域なんですね。喉乾いてるしね。できる営業マンってどういう人ですか？まあ、やっぱりいろいろあると思うんですけど、はい、俺がいつも言ってるのは、はい、目上の人にラーメンを奢れるかどうか。なぎらさん、例えば僕にラーメンを奢れます？いや、ちょっと難しい。難しいですよね、はい、だって奢らせてもらえないじゃないですか。隙がないです。ないですよね、はい、でラーメンっていうのが結構絶妙なラインで、はい、例えばすごい世話になったから今日はじゃあ例えば寿司を奢らせてくださいとか、はい、焼き肉を奢らせてくださいは、うん、もしかしたらいけるかもしれないですよ、うん、ただ昼にフラッと入るラーメン屋のラーメンを奢ることって多分不可能なんですね。よほどの営業力がないと。だから僕は営業ができる人っていうのはやっぱ名誉な人にラーメンを奢れそうなやつ、それがまあ真の営業力だと思ってます。ありがとうございます。大将、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 若い頃に、ああ、うん、バカらしい。ありがとうございます。クイダ社長、はい、今からは今から、上州屋に行きます。上州屋っていうのは釣り具屋の、うん、釣り具屋、はいはい、で上州屋は暇さえあれば行くことにしてる場所で、やっぱ最新の釣り具だったりだとか、はい、在庫状況を常に頭入れておきたいんで、うん、今から上州屋に行きます、うん、じゃあ凪良さん、上州屋なんですけど、はい、僕の釣り友の間では、はい、ここは精神と時の部屋って言われてて、精神と時の部屋、はい、だから僕としては5分以内に戻ってくるつもりなんですけど、はい、もしかするとその中と外で軸歪んでるんで、はい、時間がずれちゃうかもしれないです。一応5分で帰ってきます、うん、なるほど、ちょっと待っててください、はい、ちょっと今お腹いっぱいになったと思うんで、はい、少し休憩いきます。はい、ルノワールです。うわ、ドリップアイスコーヒー2つと、レトロプリンの、はい、ホイップクリームなし、はい、1つ、はい、なぎらさんはアイスコーヒー1つ、はい、ドリップ3つ、3つです。吸引力の変わらないただ1つの掃除機。ありがとうございます。会社に戻ります。はい、再びオフィスへ。じゃあ、なぎらさんどうぞ。ありがとうございます。で、僕一回家帰ってくるんで。あ、なるほど。4時ぐらいに戻ってくるんで。はい、家に帰って何をされるんですか？シャワー浴びてきます。まかない作る前にやっぱ一回消え、シャワーで気合いとかないと。はい、お待ちしております、はい、柿田社長やばい、柿田社長やばい。すみません、本日はお邪魔しております。はい、いらっしゃいませ。柿田社長、はい、ぶっちゃけどう思いますか？すっごい嫌な時とすっごい嫌な時あるんですよ。めっちゃ嫌いと思う時あるんですけど、はい、なんか会うと許せちゃうというか、しょうがないなみたいな感じになっちゃうんですけど、テキスト情報というかコミュニケーションだけしてると、はい、もうすごい嫌な人です。テキストがきついんですね。ちょっときついですね、はい、きつい、すごくきつい。それを変えてほしい。なんならテキストない時あります。スクショ2枚とかの時とか、何言いたいか分かんない。私はあなたじゃないっていう。今から仕込みですね。仕込みですね。ちょっと仕込み前でちゃんとユニフォーム着ないと。うわ、水回りきれいにするとこから始めます。はい、こちらが今日の仕入れですか？あ、そうですね。うち、あの長崎のこの飯塚商店さんから仕入れてて、はい、ちょっと注目してほしいのはここですね、はい、で長崎からだと本来東京に届くのは2日後なんですよ、はい、ただうちはこれ翌日速達便っていう、はい、九州の魚が昨日取る魚が今日届きます。最高の状態で食べれます。鮮度も抜群なんですね。あ、そうですね。極上カツオのわら焼きなんですけど、はい、飯塚商店さんで炙ってもらってやってるんですけど、はい、正直かなり嫌がられます。めんどくさいじゃないですか、さばかないといけないし。確かに。なんだけど、もうこれとんでもなくうまいですよ。へえ。これはもう、はい、もう日本で今一番うまいカツオです。うわ。で、これ見てください、量。
こういう量で仕入れます。一応飲食店よりうちの方が仕入れるって言われてます。サワラとカツオとおじさんとメイチダイ、はい、うわじゃあまずサワラからさばいきましょうか。はい、こんな感じ。うわ大将、大将、転職大将、はい、辛い時、くじけそうな時どうすればいいですか。とことんくじけてみたらいいんじゃない。ありがとうございます。大将、大将、転職大将、はいよ。みんなくじけちゃダメだと思ってんすよね、うん、強い人がくじけてないと思ってるんですよ、はい、くじけてんすよね。ただ治るのも早いんすよ。落ちても飯食って寝て起きたら治ってんすよ、うん、だから落ち込んでないわけじゃないんすよ。俺はそう思ってます。ありがとうございます。はい、カツオです。マグロっすね。でしょ、やば。そしたらサワラぶっていきます。はい、もうちょい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 あります。まず赤酢全体になじませますからね。かけた米をね。だからすぐ混ぜないと米が赤酢吸っちゃうんですよ、うん、吸わせるために固めに仕上げてるんですけど、はい、だからもうこれ熱くてもちゃんと熱っ。いや大将、仕込みなんだかんだ2時間半日々こんな感じなんですか。ワンオペなんで。ワンオペ、ワンオペなんで弟子取らないし。なんで大将できましたね。疲れました。もっと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 、おーやばくないですか。半端じゃないって。カツオの臭みがゼロ、だけどカツオの味もしっかりするっていう、この真のカツオを食べてます今。すごい漬けコーナー寿司行ってます。マグロエリアです。刺身、刺身、あ、刺身、カツオの刺身。よく出ます。言葉いらない。ちょっと赤酢飯に行ってみてください。これも本当にこの一番の赤酢飯で。ガチだな。ネタとかでやってるわけじゃなくて。本当に冗談抜きで人生で一番うまい。大将、今日は密着ありがとうございました。こちらこそ今日はありがとうございました。最後聞いてもいいですか。はい、大丈夫です。大将が人生で大切にされていることを教えてください。腐らないことですかね。やっぱ人生うまくいかないことばっかりじゃないですか。はい、大体自分の思いにならないですよ、うん、ただ腐ったら終わりなんですよね。だから腐らずに自分のやれる、与えられた環境の中で自分のやれる範囲でもいいんで、一生懸命腐らずにやり続けることが、まあ、僕が大事にしていることですからね。ありがとうございます。今日はありがとうございました。最高でした。ありがとうございました。お疲れ様です。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。